女節は沖縄本島に伝わる民謡である。鍵上げ風節とともに、衆議曲としても使われることがある。午前風五節の一つ。また古典女踊り、井野葉節にも使用されている。女節は竜下24種で構成されている。沖縄本島女村の女だけをはじめとした。 女村の自然や情景を歌ったものなど、歌詞は18世紀に実在したとされる、女鍋が読んだ流歌が多く使用されている。他にも読み人知らずで残っている歌や組踊りの始祖と、言われる、玉木朝、薫の歌などで編成されていて、地域の情景や、連歌も歌われている。他の作者は、夜なばる長く、上村親方、井野葉森平。女松下の日女松下に、 禁止の石文田、千術湖石の部までの禁止やないサメ女説の導入は、女鍋のこの歌で始まる。中国からの作法師である、女保公が1719年、北部の観光の途中で女村に一泊するとになった。再音政策によって、風紀の乱れを見せたくない首里王府の役人が様々な、禁止のて札を立てた。王府から地方への権力強化に対し、 まさか恋まで禁止しないでしょうと、役人への皮肉を歌ったものだと、解釈されている。女村万座家にある、女のピーの柿、カツレンシ海底火山戦の世界、ゆ、出版36から138ページ、島袋森里市、龍華州風土記、社10から19ページ、沖縄北部12町村。 民謡の旅沖縄フェイス出版144の145ページ、勝連レン海底火山線の世界有意出版36から138ページ、島袋森里氏、龍華州風土記、車1から19ページ、沖縄北部12町村、民謡の旅沖縄、沖縄北部12町村、民謡の旅沖縄フェイス出版144の145ページ、沖縄の歌と、 踊り、月刊沖縄社30の31ページ、深夜式後半、新興沖縄千年史沖縄郷土文化研究会130ページ。ありがとうございます。